全ての責任は私にあります。僕の役目は終わったんだ。好きだよお前のそういうところが。一瞬を逃せば二度と交わらない。それが恋でしょ。いつか来ることは分かっていた。現実の幸せを手に入れる時が。偉いやつに好かれたもんだな。今回の結果が未来を大きく左右します。帰ってくるよあいつは必ず。お前の思うようにやれ。でも村井はどうする？覚えていますか？道理で気になるわけだ。